皆さんこんにちは。竹が欲しい、かちゃーんです。というわけで、タケノコを探しに行きましょう。タケノコはヒップバイオームもしくはフォレストに生えています。タケノコは回収するためにクワが必要です。さて、とりあえずこっち側を探しましょう。見つかりませんでした。途中にもみじちゃんがいました。いつかご招待しましょう。左に若干見えてるのはアンシエントアーファレの建物ですね。小さいラピュタがありますね。いつか行ってみましょう。あ、ちなみにあの赤とか黄色の木はもみじです。新たに村を見つけました。挨拶でもして、鍛冶屋に行ってみましょう。と、思ったら。あ、あれは。タケノコゲットだぜー。家に持ち帰って竹にしましょう。竹は掘っておくと無限に繁殖するので竹を囲うように丸石を敷きます。そして、タケノコが竹に成長するには人工光が必要です。とりあえずこの範囲にしておきます。次は仮の畑を作りましょう。できました。適当です。仮だし、いいよね。旗の近くの馬は殺しておきましょう。家から村までの道を整備していきます。丸石を引いてー。この谷間には橋を架けましょう。あ、ツルハシ持ってない。この際ついでにツールボックスも作ってしまいます。ツールボックスはツールをまとめて持つことができる優れものです。こんな風にセットして、自動で最適のツールに持ち替えてくれます。一括破壊には対応してないようですね。コンフィグでいじれるのかな？今度しておきます。繋がりました。あとは、段差のある場所に階段を設置するだけです。村人の様子が変ですね。様子を見に行きましょう。どうしたんですかー。うお、虐待か。ちょっと、入れて。やっと入れました。って何も見えへんかな。すんごいことになってる。そしてこの人、ゾンビに襲われたのでしょう。ゾンビ化しています。直し方は普通の村人と同じで、弱体化のポーションの後に金リンゴです。みんなはお見舞いかなんかで集まったのでしょうか。それは置いといて、この村を柵で囲わなければいけませんね。サクッとやっちゃいましょう。うおー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 。完成しました。今回はここまで。次回は、何しようかな。
倉庫でも作りますか。あとこの村の名前は何にしようかな。コメントお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。